はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。はい、トミーです。大川駅、渋谷から電車で3時間ぐらいだよね。はい、静岡県の富士市。いや、大変でした。今日もなあ、富士山見えないっすね。夜だよ。夜だからですよ。今回のリクエスト、ベイミタンハートさんね。静岡にある鬼ヶ島ってエビ料理屋さんがおすすめです。ジャンボエビフライが食べられます。ちょっと食べに行きたいと思います。聞いて、フィッシー。はい、めちゃめちゃ暗い、道が真っ暗です。終電何時？終電10時です。やば、今日どうやって帰りますか？やだよ、泊まり絶対やだよ。俺不安になってきたんですけど。本当だよ。着物屋さんがあるぞ。ああ、そうですね。でも今日エビなんで。だから着物まあまあ近いだろ、エビに。あの、今日エビです。いや、分かってるけど、バックあるな。まあでも今日はエビなんで。なかったや。うっせえ、それ。見える？ちょっと待ってください、ズームします。見えるかな？光って見えないじゃねえか。はい、着きました。ここね、なんかたくさんなんか取り上げられてるらしい、メディアに。こういうことだよね。はい、どういうことだ。どういうことなんだ。じゃあ行きましょう。はい、まず、あ、これね、テレビでも紹介されてたらしい大エビ天丼、これね。はい、これすごい大きいらしい、スーパージャンボエビフライ。石、どのエビでいく？あー、テキカツ丼でお願いします。石がずっとさ、はい、いやいや、今日エビなんでってさ言っててさ、はい、急にテキカツ丼に食おうとしてんじゃん。ちょっとエビ食べらんなくて。お母さんに言われたんでしょ、アレルギーってことにしなさい。あ、そういう嘘つけって言われてます。はい、ということで、いや、すごいぞこれ。思ってたのの何倍もすごいぞ、多分。美味しそう。美味しそうです。いや、嘘じゃん。あなただけは嘘じゃん、それは。見せますね。はい、これ、携帯。携帯2つ分だからね、ジャンボエビフライ。このさっきのやつと同じぐらいだけど、頭ついてないって考えたらすごくない？面積ってほら4枚ぐらい。iPhone 4枚ぐらい。いただきます。頭すごいよね。いや、重いもんだって。もうずっしりしてるもん。うわ、これ夢だったわ。いや、美味しい。言っちゃうね。はい、あの、プリプリって。言わないの無理ですね。いや、これは幸せだぞ。これは多分みんなやりたかったやつだぞ。いや、うまいな。あ、何ですかそれ。え、それ何ですか、これ。はい、水。本当ですか？いや、水だろ。ちょっと乾杯しよう、とりあえず。はい、お疲れ。お疲れ様です。いや、乾杯したじゃん。いや、あなたも、あなたも乾杯したじゃん、今。水です。水だよな、完全に水だったわ、今。水です。ちょっとなんかレモンのな、レモンのシュワみたいなのを感じる水。すごい美味しいですね。このタレが美味しいから、ご飯に合うのよ。うわ、ご飯に合う。うん、美味しい。いや、もうこれ主食でいいわ。主食だったわ。まだエビフライが残ってます。もうだ、エビフライ食べるか。はい、特製のタルタルソースらしいです。これをこのでっかいのにかけていくわけですよ。いや、幸せだなこれ。おい、エビフライナイフとフォークで食う日来ると思わなかったわ。うん、すごいな。いや、ほんとだって、とんかつぐらいの大きさだもんな、この大きさだよ、切って。いや、エビフライだとは思えないよ。いい音です。一匹だと思わないもん、これが。いや、すごいわ。サクサクだね。カラッと揚がってて食べやすい。ご飯にも合うし、なんかその重たい感じが一切しない。おいしい。正解出たわ。美味しいの正解らしいわ。
いやこれも絶対美味しいわ。いやうまそう。いただきます。わさびつけすぎじゃない？大丈夫？いやそうなるわ。大丈夫？必死大丈夫？いやちょっと引きつってない？え今わさびどうだった？ちょうどいいです。嘘じゃん嘘じゃん、死にそうになってんじゃん。いや美味しいですよ。あ美味しそうだね。めちゃめちゃ美味しいです。これチャームシが世界で一番好きだから。あそうなんですか、うん、エビよりも好き。ダメじゃないですか。いやエビ入ってるからねこのチャームシ。はい。そんなチャームシある？初めて見ました。チャームシ美味しい。食べ終わるの早くないですか？チャームシは正式な飲み物だからな。いやいやいや違いますよ、うん、あの議論の余地ないわ。うめぇ、全然食えちゃうよ。結構多かったですけど。うん、鬼ヶ島って名前もかっこいいよね。いやこれ最後。うわ美味しかった。いやもうめちゃめちゃ綺麗に食べましたね本当に。ぜひね鬼ヶ島さん来てみてください。フィッシュも美味しかったでしょ。いや美味しかったです。肉も美味しいんだよね。美味しいです。あとレモンサワーも美味しいぞっていうね。水じゃないんですか？はい、ということでじゃあ、またあの僕のツイッターのアカウントここに書いておくので、食レポしてほしい店があったら写真と店名と場所を添付して僕にリプで送ってください。はい、ということでじゃあ今日もサブチャンネルでした。ありがとうございました。